一般の方にお伝えしたいのは二つのことだけなんですよ。はい、脳は自由だと何をやってもいいんだって、うん、もう一個は個性は全部正解なんだっていうこの二つのことだけを言いたいで、脳科学的にこれは事実なんですねで、その自由とか個性を生かすような塾がもし入れてくるんだったらそれは大賛成だしうん、うん、応援したいうん、うん、一人一人の子供にとっても財産になるしうん、うん、この日本という国にとっても財産になると僕は信じてるんですよ